じゃあダークエイジっていうのがいつなのかと言いますと、このファーストスターができる前、そして宇宙マイクロ波背景放射が放出されて宇宙が水素だけの状態になった、まあ、この間の期間です。皆さんこんにちは。今日はダークエイジという話について説明したいと思います。ダークエイジというとなかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、これは宇宙の歴史の中のある時代のお話です。以前の動画で宇宙は膨張しているというお話をしたと思うんですけれども、その膨張を逆に遡っていくと、宇宙の初期には熱くて密度の高い時代があったと。私たちはその時代のことをビッグバン元素合成期と呼んでいます。そのビッグバン元素合成期が終わった後、宇宙はどうなったかと言いますと、活発に熱い宇宙の中で作られた元素は宇宙の中に解き放たれます。実際には熱い宇宙というのはプラズマ状態になっているので、原子核の周りに普段回っている電子というのはバラバラになって存在しています。でも宇宙が冷えてくると、この原子核が空間にある電子というのをキャプチャーして、そして私たちの知っている元素になります。でも宇宙初期の熱い宇宙というと、作ることができる原子核というのは、まあ、水素の原子核であったりヘリウムの原子核であったり、そういった軽い元素の原子核しかありません。しかし私たちの身の回りを見ると、たくさんの物質で溢れています。つまり私たちの身の回りにある銀河であるとか星ができた、まあ、そういった宇宙とビッグバンが終わった直後の宇宙というのはだいぶ乖離があることがわかります。じゃあ私たちの星がどうやってできたのかと言いますと、これはまた別の動画で説明するんですけれども、宇宙の中には揺らぎというものがあります。これはいろんな観測の結果から明らかになっていて、例えばコズミックマイクロウェーブバックグラウンド、宇宙マイクロ波背景放射を観測しますと、ちょっと温度の高いところとか、ちょっと温度の低いところ、まあそういった部分があることが知られています。また銀河団の分布などを調べてみますと、銀河団にもたくさん銀河が集まっている部分であったり、まあそういう部分をウォールというふうに言うんですけれども、逆に銀河の少ない部分、そういう部分をボイドというふうに言うんですけれども、そういった網の目構造になっていることがわかります。その宇宙の銀河団の分布と宇宙マイクロ波背景放射の分布、この2つがどれぐらい似ているのかというのを数学的に計算すると、その2つの起源が同じということがわかります。さて、そういう宇宙の揺らぎの中で特に密度の高い部分、ではどういうことが起こっているのでしょうか。当然初期の宇宙は水素とかヘリウムとかしかない、そういった宇宙なんですけれども、密度の高いところではそれぞれの水素原子などが重力の収縮を起こして濃い状態にあります。そういったお互いの重力相互作用で引き合うような状態が作られると、そこで密度がどんどんと高くなり、最終的に種になるものができます。そういった過程が長い宇宙の歴史の中で積み重なっていって、最終的にその濃い部分がファーストスターになるというのが現在の観測で考えられているシナリオです。じゃあダークエイジっていうのがいつなのかと言いますと、このファーストスターができる前、そして宇宙マイクロ波背景放射が放出されて宇宙が水素だけの状態になった、まあ、この間の期間です。でも私たちが星を確認するときって光を使います。まあ最近の観測だとニュートリノであったりとか重力波であったりとか、そういった光以外を使う観測も出てきてはいるんですけども、基本的には光を使います。水素原子とかヘリウムであったりとか、そういった基本的な元素というのは基本的には光を放出することができません。なので私たちがその時代を観測しようと思っても宇宙は真っ暗なんです。なのでこの時代のことを私たちはダークエイジというふうに言って、私たちの宇宙の中で
まだ観測が進んでいない時代ということになります。こうやってちょっと面白くて、ファーストスターから後の宇宙というのは星を使って観測できるし、ダークエイジの前の宇宙っていうのはコズミックマイクロウェーブバックグラウンドを使って観測できるんですけども、その中にちょうどぽっかりと穴の開いた時代というのが存在しているということになります。じゃあ本当にそのダークエイジを物理的に調べることはできないのかと言いますと、実はいくつかの方法があります。その中で最も有力と言われている方法が21センチ線というものを使うという方法です。ちょっと難しい話になるんですけれども、水素原子は光を発しないと言ったんですけれども、実は水素原子の中には電子のスピンというのがあって、そのスピンがフリップするときに光を放出することが知られています。ただその光がすごく微弱で、しかも他の信号の光とすごく似ているので、私たちはその光を見ることが非常に難しいとされています。世界中で実はこの21センチ線の観測を行うための準備が進められていて、たくさんの望遠鏡を地上に並べて、それらの望遠鏡を組み合わせることで、そういった21センチ線を見ようという試みがあります。先ほども申し上げたように、21センチ線のサイエンスをやろうと思うと、一つの課題があって、ダークエイジというのはファーストスターの前の時代なので、そのファーストスター以降に出てきた光をどうやって分離するのかというのが一つ難しいことになっています。で、今たくさんの研究者がどうやったらダークエイジの物理を分離して理解することができるのかというのをいろいろな計算をもとにトライしています。今日の話はここまでです。ありがとうございました。